また会いに来てくれたの？結構俺のこと気にしてんじゃん。お姉さんってやっぱ俺のこと放っておけないんだね。いつも長くは待たせないしさ。そんなに俺に会いたがってたなんて嬉しいな。あんたに会うからおしゃれにも気合を入れてきたんだ。俺のピアスが気に入った？なら同じのをあげるよ。お揃いでね。並々ならぬ魅力を持っている自覚は割と前からあるな。やっぱりお姉さんと話すのって楽しいな。お姉さん、ぐちゃぐちゃになった髪ちゃんと直してくれるよね？もちろん。お姉さんくらいだよ、こんなことを許すのはね。あんたの前でだけは俺はパックスとは何の関係もない、ただの泉圭になれるんだ。俺が夢の中に出てきた？実は、その、俺もあんたが出てくる夢を見たんだ。金に物を言わせるのは好きじゃない。でもほとんどの場合ではこれが、問題を解決する一番効果的な方法なんだ。理事会のじいさんたち、毎日毎日本当にうるさいんだ。耳にタコができるかも。あんたのことを考えると、絵のインスピレーションが止まらないんだ。まさに俺のミューズだよ。俺の顔をつねるのってそんなに楽しい？じゃあ次は、こっちの番だ。悪行で私腹を肥やす奴は、パックスでは決して許されない。俺の髪、手触りいいの？じゃあ、好きなだけ触っていいよ。あんたの前でだけだよ、こんなに遠慮なく笑えるのは。どうした？俺に見せてみろ。はいはい、全部あんたの言う通りにするから。そんなに服のセンスを褒めてくれるならさ、今度一緒にショッピングにも行こうよ。アドバイスするからさ。パックスは俺が背負っていく。それが俺の責任だから。前は落ち着くためだけにここに来てたけど、今はあんたに会えるからって理由が増えたよ。絵描きに夢中になりすぎた。お姉さん悪いんだけど、ちょっと肩を揉んでく。ダメかな。どう？俺の体結構しっかりしてるでしょ。普段から運動は欠かしてないからね。あんたも夢と現実の狭間でもがいていた時期があるのか。話してくれるなら俺はいつでも聞くよ。昔はよく兄さんにも服を買ってもらってたんだ。センスだってそこら辺の誰よりも良かった。気になるならもっと近くに来てみれば。贋作を新作として密売している人間、一体誰なんだ。これが気に入った？欲しいならプレゼントするよ。 Z のグッズはたくさんあるからね。金に目がくらみ悪事に走る奴は社会のクズだ。あんたのおかげで俺は Z のままで、いや俺たちの二人だったから今の Z になれたんだ。あんたにこんなに好かれてるなんて、Z が聞いたら喜ぶだろうな。夢と現実の間でもがいているのは俺だけじゃない。分かってはいるんだ。技術を見せびらかすためだけの贋作なんて、Z の作品と比べる価値すらない。はいはい、分かったよ。次の Z 絵画展も絶対にまた連れてってあげるから。俺の夢を守ってくれてありがとう。いつまで Z のこと考えてるの？焼けてくるんだけど。これからもずっと俺の夢を応援してくれる？
レンブラントは光を使った絵の表現に長けている。そしてそれは Z も同じだ。お姉さん、もっと近くに来てくれても全然いいんだよ。大丈夫、俺がいるだろ。何も心配しなくていいんだ。あのじいさんたち、いっつも俺の服にケチをつけてくるんだ。ほんと、美への理解が足りないよな。父さんと兄さんから託されたパックス、俺が絶対に守り抜いてみせる。ん？どうした？パックスを背負うってことは、パックス全社員のことも背負うってことだ。俺はその責任からは決して逃げない。このシャツが似合ってるって？お姉さん、見る目あるじゃん。お姉さんのことを知れば知るほどさらに興味が湧いてくるんだけど、ねえ、俺はどうすればいいと思う？やっぱりあんたなら賛同してくれると思ったよ。やつらと違って俺のことをちゃんと分かってるからね。俺の肩幅が広い？それって安心感があって素敵って意味？あんたに出会ってから責任もある種の幸せだと思えたんだ。俺を信じて、どんな時でも絶対あんたを守るから。弁護士を辞めたくなったらいつでもパックスに来なよ。お姉さんならいつでも大歓迎だから。またスカイダイビングがしたい？いいよ、しっかり俺に捕まるっていう条件を飲むならね。もしかして俺の手って結構触り心地いいの？たまに話してくれないけどさ。俺の手が綺麗？なら好きなだけ見ていいよ。好きなだけね。これは傷じゃなくてただの絵の具だよ。もしかして心配してくれてた？あんたと一緒に絵画展を回れると思ったら今から楽しみでしょうがないよ。手をつなぎたいのか？なら、それじゃダメだ。ほら、もっと近寄って、仲良さげにしないとね。お前のダンスの相手は俺だけだ。どう？今のセリフ、小説の俺様キャラっぽくないか？そこ、間違ってるよ。ほら、もっとこっちに来て。絵筆の正しい握り方、教えてあげる。俺の鎖骨ってそんなに見応えある？なんだか変な気分だ。何？じゃれたいの？何この距離？本気？このチェーンは Z のタグに合わせるために俺がわざわざ選んだんだ。なかなかのセンスだろ。俺の心臓の鼓動を感じたいならもっと下の方を触らないと。お腹が空いた？じゃあご飯にしよっか。場所は好きに選んでいいよ。うわっ、あんたわざと冷たい手で触ったな。そんな意地悪どこで覚えたんだ？ねえ、どんな服が一番俺に似合ってると思う？ねえねえ、俺とペアルックしてみない？世界に一組しかないオーダーメイド品を用意するからさ。何をしてほしい？俺にできることなら何でもするよ。あんた、可愛いことするじゃん。腹筋を鍛えてるって話、あんた信じてなかったんだ。へえ、なら直接触ってみる？ねえ、俺の顔に絵の具がついてないか見てくれない？ん？何？今のはどういうおねだり？何かあったら俺を呼べ。ずっとここにいるから。うん、ちゃんと聞いてるよ。続けて。俺に手を差し伸べてくれた以上、途中でやめるなんて言わせないからな。スーツよりもこういったラフな格好の方が好きだよ。